私のスキンケアルーティンをお見せしつつも、ぜひ一緒にやっていただけるようなルーティンを紹介していきたいなと思います。そしてね、実は、今回1ヶ月と1週間ほど日本に一時帰国をしていたんですけれども、その際にね、ちょっといろいろ気づいたことがありまして、それについてちょっとなんかつらつらと喋ったり語ったりシェアしながらスキンケアをやっていきたいなと思います。今実はね、まだ日本にいて、今日この後飛行機に乗ってアリゾナの方に帰るんですけど、ほぼね夜便なのでメイクを落としていきたいと思います。そしてせっかくなのでバスローブに着替えようかな。はぁ、カンフィーカンフィー。じゃあ早速メイクを落としていきます。今日はピュアレニクレンジングクリームというものを使っていきます。こちらです。これはね、ちなみに食品会社のメーカーのやつなんですけど、添加物を一切使ってない食品会社で、私の母がすごく愛用しておりましたですね、私も日本に帰ったら必ず家でということはそのやつなんですけど、そこから出ているクレンジングクリームです。これをまずはメイクを落としてだいたいいつもね、ほっぺからいくかな。こんな感じでやっぱあんまりね、私ファンデーションとかしないので、ここのね、ほっぺ周りの化粧の方が薄いんですよね。どちらかというと目とか唇の方がちょっと濃いメイクをしてしまいがちなので、こちら辺も後に入っていきます。はい、 OK。 そしたらここからがスキンケアです。まずは洗ってから30秒以内、1分以内だったかな、には化粧水を塗らなきゃいけないので、なんかこんな感じでミストですけれども、化粧水をバーッとつけていきます。結構ね、滴るぐらいまでつけちゃいます。はい、ちなみにどこのを使っているかというとね、結構知ってる方いるんじゃないかな、イプサです。はい、日本に帰ってきて、ね、妹にイプサがいいっていうことを聞いて使っております。少しだけ肌に浸透してきたなと思ったら、ちょっとこう手でね、圧をかけながら肌の中に入れていくって感じ。今回ね、日本に帰国してやっぱ一番思ったのはね、日本のご飯は美味しい。ご飯が美味しいと食が進むじゃないですか。アメリカが美味しくないっていうわけではないんですけど、やっぱなんかこう育ってきた味というか、母の味というか、やっぱり日本のご飯ってすごく美味しいし、全然食べれちゃうから、お腹いっぱいでもすぐお腹空いてまた食べるみたいなのをやってたら、多分 2,3 キロ太ったんじゃないかな。でも今私はね、筋肉をつけることをちょっとメインにしてるので、このね、食べる量をあまり変えたくないなってちょっと思ってて、やっぱアメリカに戻って自炊したりとか、こうなんかお店のご飯とか食べると、別にまずくはないんだけど、なんかね、もっと食べたいなっていう気にはあんまりならなくて、リゾナに戻ったらちょっと手間をかけてもいいから、こう美味しいと思える自炊をしようかなと思ってます。で、化粧水をちょっと浸透させてたら、これなんかね、スッキっていうよりちょっとしっとりべったりって感じです。はい、ここまで来たら、実はね、今日初めて使うんだけど、このカルテ HT っていうメーカー知ってますか？コーセーが出しているものだと思うんですけど、これはまたね、妹から、おすすめしてもらったやつで、それこそ皮膚科の先生がいいって言ってたみたいなので、ちょっとこれをね、塗っていきます。私が今から使うのは乳液です。で、こんな感じで、あ、すごい、結構ツヤンとしてる、滑りやすくて肌にも馴染みやすい感じがします。ちょっと妹が使っているのを見てたから、あ、こんな感じで毛刈ってくれるのねって感じを今実感してます。こういうね、リンパマッサージも実はしてます。だいたい左から小顔になるというかね、やったりとかするんですけど、ここに鎖骨がありますよね。鎖骨の下、リンパ節っていうのが上部下にあって、ここが詰まってたりすると顔の老廃物っていうのが流れていかないので、結構フェイスマッサージとかするときもこの鎖骨マッサージから実はやってたりします。大体右手でまず左の鎖骨挟んで、上から下にっていうか、ここのリンパ節をかけてあげる。で、今度耳の後ろに行って、こんな感じで人差し指と中指で挟んで、上から下にって感じで、耳の後ろをちょっとマッサージして、結構ここってね、触らなかったりするので、久しぶりに触ると痛いなとか凝ってるなって感じる方いると思います。で、これをしっかりとグリグリやって、首の筋を取って、肩取って、鎖骨に戻ってくる。で、右側も同じようにやっていってます。
そう、それで日本に帰ってきてね、もう一つ私びっくりしたというか、やっぱ日本ってすごいなと思ったのが医療のサポート。私今回ね、親知らずを1本抜いたんですね。去年もずっと1本抜いてて、今年はまた1本っていう、まあ1本ずつしか抜けてない状態なんですけど、それをアメリカの友達に言ったんですね。そう、今日1本親知らず抜いてきたんだよねって言ったら、もう抜いたその金額にびっくりされて、アメリカだったら基本はまず4本一緒に抜くし、なんなら全部で20万円ぐらいかかるよみたいな、もうゼロ2個ぐらい日本は安いんじゃないかってぐらいびっくりして、なんか安いからいいっていうことにびっくりしたんではなく、まずさ、日本って国民保険って、まあ、基本入らなきゃいけない保険とかもあるし、救急車とかも結構気軽に呼べたりとか、まあ、なんか今この瞬間助けが必要な時にお医者さんがすぐ近くにいるとか見てもらえるチャンスがあるっていうシステムがあるのがすごいなと思ったんですね。アメリカだったらもうすごい救急車も高いから、こんな気安に呼べないし、気軽にこう病院に行きたくても行けない人とかっていうのがいっぱいいるんですね。国保とかもないし、だからそういう面では日本に生まれてきてよかったなと思ったし、日本の医療サポートにはすごく感謝したいなと思いました。はい、そしたら最後にこの高保湿クリームをつけていきます。これもカルテ HD のやつをね、今日は使っていこうかなと思うんですけれども、これも今の推奨です。はい、サンドラッグにありました。ちなみにドラッグストアならどこにでも売ってるよって言われていろいろ見たけど、3箇所目にサンドラッグに行ったらサンドラッグにありました。ほっぺがピカピカ、唇もね、実はねマッサージを最近しておりまして、こんな感じでね、ぐるぐるぐるっと回すんですよ。大体円を描くような感じで中心部から始めて外に目がけてくるくるしていく、反対側もで上もこんな感じで中心部から始めて横にぐるぐるぐるっとしていく。であとここね、冬とかあとなんか栄養が足りてない時とか口の中が切れやすかったりするので、このテントになっておいて、はい、カルテ HD の回し物でもなんでもないんですけど、純粋にちょっと妹が使ってるのを見て、私も化粧品変えてみようかなと思って買ってみて、今日初おろしという状態です。でね、さっきリンパ節を開けたと思うんですけど、このリンパがちょっと流れやすくなっている状態で、このね、顎の下、また左からスタートするんですけど、顎の下からこんな感じで、グッグッと指を入れていって、ここもさ、何もしてないとやっぱ重力に逆らって生きてるから垂れてきちゃうんですね。ここをグッグッと持ち上げて、そのまま耳の後ろ入れて、首筋通って肩通ってシャボッと通って戻していく。反対の後ろ、顎の下から入れて、横、耳入ってから首、肩、鎖骨で、あとは少しずつ顔に入ってくるんですけど、ここのね、顎のライン、実はすっごいリンパ溜まってて、親指でね、こう顎からヘラのところにかけてちょっとだけ圧をかけてやってあげると、ブチブチって音するのが分かると思います。結構リンパ溜まってる証拠なので、これも内側から外側にやって、その耳の後ろ入れて、首、肩、鎖骨、反対も顎からエロの方にかけてリンパをグッグッと流してから、そのまま耳、首、肩、鎖骨で、あとはね、なんか私ほっぺとか頬骨のところが気になったりする時期もあるので、こんな感じで軽く、顔の方はこうグッてやってしまうとやっぱ皮膚がたるんでいってしまうから、ゆっくりとなんかこうなぞるような感じで、でもこうほっぺが下がらないようにちょっと手でサポートしながらリフトアップしていくようなイメージで、内側から外側に流しております。これをやるとね、本当に顔がスッキリしたんですよ。私この間高校の時のね、ダンス友達に会って、高校の時私一番太ってたのかな、身長もね165センチぐらいあったんですけど、体重がほとんど60キロぐらいあって、しかもやっぱ高校の時ってね、思春期だから女の子とか結構太ったりするじゃないですか。全然後悔もしてないんですけど、その時は本当に顔が大きくて、マジで友達に高校の時2倍だったよみたいな、女の子あるかって感じだけど、まあそれでね、このリンパマッサージをやっていって、少しずつですけれども顔の形が整ってきました。目とかもね、こう少しまぶたの上、化粧とかするとやっぱ垂れてきちゃうから、シャドウとかですね、こんな感じで外から内側に持っていって、鼻の脇を通ってこのまま掘っていって、こめかみに入れて頭に流す。老廃物はさっき言った通り、この耳の後ろから鎖骨に流すことと、あと頭として、なんか頭汗じゃないですけど
まあ、流してあげるような感じでやっているといいですね。こんな感じで毎日お風呂から出ると必ずリンパマッサージをやっております。力尽くしですけど小顔になってきたので、ぜひ小顔を目指している方は一緒にやってみてください。一つね、最後に私が今回日本に1ヶ月帰国して自分のことですけど思ったことをシェアしたいなと思います。アメリカにもう行ってから7年が経ったんですけど、なんでアメリカにいるのとか、日本に帰ってくる気はないのみたいな質問をよくいただいて、別にね、日本に帰ってくるっていう選択を取ろうと思えば取れるんですけど、なんとなく私の中でアメリカの方が挑戦する気が湧く地なんですね。それは全然人によって違うと思うし、アメリカはこうだからとかっていうわけではなくて、自分の本当に気持ちなんですけど、やっぱ私は日本で生まれて20歳まで日本で育って、で20になってそのまま親元を離れて一人でアメリカに渡米をしてですね、最初はもう英語もままならなかったし、友達も誰もいないから、着いた瞬間から一人ぼっちだったんですけど、そこからやっぱ7年もいることになったっていうのは、もちろん自分で頑張った部分もあるんですけど、そこの生活だったりとか今やってきていることっていうのが楽しくて前に進もうっていう気があるから7年も持ってると思うんですね。なんか辛くて嫌だなとか、もう帰りたいと思ったらぶっちゃけ7年もいることはできなかったと思うし、それでやっぱり日本に帰って、こう一時帰国とかでね帰ってくると、やっぱ居心地がいいんですよね。まずご飯はさっき言ったように美味しいし、やっぱ医療サポートも手厚いし、あとまあなんせ母国語ですから、ぼーっとしてても流れてくる言葉とかちゃんと脳に残ってたりするんですけど、アメリカに行くとですね、英語、7年経ったとはいえね、ネイティブ並みに話せるわけでもないから、結構こう集中をしてなきゃいけない。集中しないと本当にもう耳ツーツーって抜けていっちゃう感じだから、こうちょっと気を張る感じがあったりとかして、けどアメリカに行くとやっぱりこう頑張ろうっていう気になったりとか、それこそその英語を一生懸命聞く、どうやったらちょっとでもうまく話せるようになるかっていうのを毎日毎日こう楽しくて、全然英語喋れてなくてバカにされることもあるけど、それでもちょっとでもネイティブに近づけるように話そうって思えることが楽しかったりとか、あと今やってる事業をこれからもっとどうやって伸ばしていこうか、なんかこうトライアンドエラーを繰り返していることも楽しかったり、あとね、やっぱ自分の家族とか親戚っていうのはみんな日本にいるので、アメリカに行った瞬間、一人じゃないですけど、こうなんか身近にいないっていうところから、こう自分に対する責任感が生まれてきたりとかして、そういうところからやっぱりこう挑戦の気が湧いてきたりとか、生きがいっていうのをすごく自分の中で見つけやすいのかなっていうふうに思っております。居心地がいいことが悪いことではないけど、やっぱこう居心地がいいとそれに甘えていってしまってる自分っていうのを見えたりとか、楽しいってその時はいいけど、ふと立ち止まって自分の姿を考えたりとか見てみると、なんかちょっと虚無感にとらわれてしまったりとかして、やっぱ私自身こう何かに没頭している時とか、こう目標に向かってがむしゃらに走っている時の方が、なんか後から振り返ってみると、あの時すごい人生を謳歌してたなとか、生きがいを感じてたなと思うタイプなので、私にとってはやっぱり今はまだ日本に帰ってくるタイミングじゃないのかなっていう風に気づきました。でもこうやって一時帰国とかで帰ってきて、やっぱちょっとリラックスしたりとか、家族とか友達に会ったりとか、美味しいご飯も食べて、あと今年のね年始にも実はフィットネス×温泉のイベントを開催して、楽しいひとときを過ごす、でみんな同じね健康で長持ちする体っていう目標を持っている方たちと、やっぱこう実際に会ってお話ししたりするっていうのはすごく貴重な体験だから、そういう面でもすごく帰ってきたいなっていうふうには思ってます。というわけでね、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、今日はこれから飛行機に乗ってアリゾナに帰るということで、せっかくなので私のスキンケアルーティーンを紹介しつつも、ちょっと今回日本に帰ってきて気づいたことなんかをシェアしてみました。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。では素敵な一日をお過ごしください。またねー。